が代打をつけました。さあ足立選手がバッターボックスに向かっていきます。さあここも場内大きな歓声です。皆に勇気を与えた上州男、群馬の出身です。足立選手はそうですね、買い出された同期入団になります。はい、はい、あ宗選手、福田選手の姿が見えます。ここを打ち上げて一塁側スタンド。あ西投手ですね。坂口さんも、はい、海田さんも今日もしこの解説の仕事なければ、はい、あの上の席にいたかもしれませんね。そうですね、そうですね、はい、うまく打ったセンターへ、どうか伸びすぎた、センターライナー、今うまく捉えたんですが、これ上がち選手らしい、はい、セーブでしたね。そうですね、センター西川選手の好プレー、センターライナー打ち上げた佐藤龍生、高く上がって、さあショート足立が中点、ツーアウト。全員ボールに触りましたね、うん、いや本当そうですね、守備機会ありましたね。ストレート、ショート足立が軽快にさばく、 T 岡田、足立から T 岡田、ボールが当たってスリーアウト。ライオンズ各バッターもいいところ打ってくれますね。そうです ね、 ね、8回の表ライオンズは三者凡退0点、小田島抑えています。ギアが当たる。さあ8回、今日の2回目のバッターボックス、ショート深い位置、一塁はセーフ、内野安打、ショート本山の送球、遠投になったつ足立も一生懸命走りました、ヒット。